皆さんこんにちは2020年デリル,ルン卓研師スマート演習講座卓研業法第1回講義を始めたいと思います担当はレックスエニーコースの友嗣ですどうぞよろしくお願いしますさて、えー、いよいよ今回からですね卓研業法編へと移っていきます、えー、ですので使用するテキストもですねこちら、えー、ウォークモン過去問題集の第2巻ですね卓研業法編こちらの方を ご準備お願いします。 さて、この「宅建業法編」も同じように権利関係と同じように30回かけてですねこちら問題解いていきたいと思います。で権利関係編と同じようにですねこちら講義の中で演習の時間というものは取りません。ですが「問いの一番やってみてください」というふうに言ってから解説まで5秒ほど時間を空けますのでその間に一時停止を押してもらって問題を解いてそれからもう一回一時停止再生ボタンを押してもらってそれで解説を聞く。 という形でお願いいたします、えー、ですので、えー、問いの何番やってくださいと言ってから、えー、と5秒ほど静止してからですね、えー、もう一度しゃべるという形になりますので、えー、そこのところまあこれ権利関係と一緒ですけれどもよろしくお願いいたします。さあそれではですねまず、えー、今回は問いの1番からの「宅建業の意味」というところを扱っていきますがまずですねこちらのところをご覧くださいはい。 えー、宅地建物取引業これをやるためには免許が必要だということで、えー、まず最初の問題はやっぱりこれ免許がいるんですかいらないんですかっていう問題ですね、えー、ここのところがあよく出てくるわけですのでまずこれを、えー、見極めていきますでその時にまず宅地建物のはい宅地建物の取引を 業として行う場合に免許が必要だということになるわけですね、えー、宅地建物の取引を業として行うこの時に免許が必要だということになりますということは言い方を変えますと宅地建物の取引をしていてもそれが業じゃないならば免許はいらないということですよね えー、宅地建物の業をしていてもそれが取引じゃないというのであればそれは免許がいらないということです、えー、ですのでこの3つの条件が全部揃うと免許が必要1個でも違うならばそれは免許はいらないですというところをしっかり押さえて、えー、やっていきましょうということになっていきますではですねそのところを踏まえつつですね、えー、問いの一番から見ていきたいと思います さあそれではではすねまず問いの1番こちらのところからやっていきたいと思いますのでさあまず問いの1番、えー、やってみてくださいどうぞはいそれでは見ていきたいと思います問いの1番です えー、宅建業の免許に関する次の記述のうち、えー、宅建業法の規定によれば正しいものはどれでしょうかという問題ですそれでは、えー、見ていきたいと思います宅地建物取引業にあたっているかどうかっていうところ確認しながら見ていきましょうまず1番です建設会社 A が宅地を10区画に分割し宅建業者 B の代理により不特定多数に継続して販売する場合 A は免許を受ける必要はないという問題ですねまず 宅地まあ問題文自身が宅地って言ってるんですから宅地でしょう、はい。これを10区画に分割して宅建業者 B の代理によって販売しているということになりますので、はい、代理によって、はい、販売するわけですからまあこれも取引でしょう。そしてそれを、はい、不特定多数に継続して行っているということなのでこちらは行ですね。つまり 今回宅地建物の宅地建物の取引を業として行っているわけなんですねまずこの業者さんがですねまあ業者さんは、えー、それをやっていますではこの建設会社 A は免許を受ける必要があるのかないのかっていう話になってくるわけですねではちょっと下のところに書いていきたいと思いますけれどもこれどういうことなんですかっていうと建設会社 A が はい、建設会社 A が宅建業者 B にはいえー、ちょっと代理でお願いしますよっていう風に頼んだわけですよね。でそうするとですよ B が宅建業をやってることは、まあ、今明らかになってますよね。B が宅建業をやっってていいることは明らかになっていますので、はい まあこの B は宅建業者ですから、まあ、免許を持ってやってるから問題ないでしょうということなんですが A はって話なんです A は免許いりますかってことなんですけれどもはいこちら結論から言うといります結論から言うと必要です何でですかって言ったらば A が B に代理をお願いしてるということはそうこれ本人代理人の関係性ですよね。 A が本人 B が代理人ですだって本人が代理権を与えて、A、B が代理人としてやっているわけですから本人代理人ですさあ権利関係の復習です覚えてますか代理人が行った内容は本人がやったことになるんですつまり B が宅建業をやっているということはイコール A が宅建業をやっているってうことなんですそう A が宅建業をやっているわけですから 当然のことながら宅建業をやってるわけですから免許を受ける必要がありますよねということですので1番×となりますはいえー、そして2番です農業共同組合 C が所有宅地を10区画に分割しえー、倉庫のように供する目的ではいえー、倉庫のように供する建物を建てる目的の土地ですまあえー、ここに宅地って言ってますしまあ、倉庫のように供する目的ということですので 建建物を建てる目的ですすのでではい宅地ですねでそして販売をしているわけですから取引ですよねそして不特定多数に継続をしているわけですからこれははい行ですね。ということは。 宅建業をやっているわけですから当然免許が必要だということになりますですので2番もバツとなりますでここで気をつけていただきたいのはこの農業協同組合ってなんかいかにもねあのー、国地方公共団体っぽさはありますけれども国地方公共団体ではありませんぽいですけども違います、えー、ですので、えー、普通のね国でも地方公共団体でもない、えー、と考えてください それに対して3番こちらは公建住宅供給公社ということなわけですからはいこちらに関しては国地方公共団体扱いです、えー、たとえ宅建業をやるにしても、はい、免許を受ける必要はありませんということで3番が正しいとなりますよね。はい そして4番です。っ、えー、宅ん氏 E が E 名義で賃貸物件の売買を反復継続して行う場合 E が宅っ業者 F に勤務していれば E は免許を受ける必要はないとはいこちらツですよねはい、えー、当然のことながら自分名義で賃貸物件はいこれの売買をはい 反復継続して行おうとしているわけですから、えー、宅建業をやろうとしているわけですよねはい、えー、反復継続して行うというふうに宅建業をやろうとしているわけです、えー、ですのではい、これは免許を受ける必要がありますよね宅建業をやろうとしているんですから はいはすみませんだってもしこれがね丸になるとするならば例えばじゃあ銀行に勤めてる人っていうのはえ、ねえー、それはもうね職務の範囲外で自分でねプライベート銀行を作ってやっちゃっていいですかって言ったら駄目じゃないですかそれは。 ですよね、えー、ということになりますのでそれはもうあの業者に勤めてるからいいとかいうそういう話ではないということになりますよって答えは3番ということになるわけですねはいよろしいでしょうかそれでは次です問いの2番ですねはいそれでは、えー、こちらやってみてくださいどうぞ はいそれでは見ていきたいと思いますこちらも正しいものはどれかということでではまず1番から見ていきますけどもまあこれは「はい宅地」というふうに言ってますよね。でそしてこれをですねはい販売代理を依頼して、えー、不特定多数のものに分譲するとはい販売代理を依頼して、えー、不特定多数のものに分譲しようとしていますということで。 さあこれは先ほどの問題と一緒ですよね。えー、宅権業者に依頼して、まあ託権業者がですね、はい、えー、これ先ほどと同じですけれども、例えば一番、はい、A が宅権業者に、はい。 え代理を依頼してますでこの宅建業者が宅建業をやっていますと言うならば先ほどと一緒です代理人が宅建業をやってるんだったら本人が宅建業をやってるに等しいわけですから A だってやっぱり免許を受けてくださいということになりますのではい一番はバツですね はい、そして2番です、A、B が、はい、自己所有の宅地に自ら貸主となる、はい A、B がやってるのは自ら貸借です。ということは、はい、B はとりあえず免許を受ける必要はないですよね。そしてこちら借主の募集および契約を C にこれは C は宅建業をやってるわけです。 そしてマンションの管理業務を D に委託してる、ね、マンションの管理をしてるわけですから D は、えーまあ、管理ということですのでこれは宅建業じゃないですつまり B は自ら対策ですから、えー、宅建業ではない C はそう賃貸マンションというこれは建物ですよね宅地建物の、はい、取引をやろうとしてるわけですから C は免許を受ける必要あります。 ですが B と D は B は自ら退職ですし D は、えー、ただの管理業しかやってないので宅建業ではないということなんで2番が丸となりますね。よって正解は2番です。はい それでは、えー、3番見ていきます。えー、破産管罪人が、えー、破産残段の開館のために自ら売り主となって宅地または建物の売却を反復継続して行いその媒介を E に依頼する場合 E は免許を受ける必要がない罰でいいですね。でこれもですね、はいえー、ちょっと下のところに書いていきたいと思いますけどもよく出てくるきっかけなんですよ、えー。どういうことかというと、えー、確かに国や 地方公共団体これは免許がいりませんはい国や地方公共団体は免許がいりませんそして、えー、この破産管罪人も、まあ、国や地方公共団体として扱ってはいきますですがそこから依頼をされた 業業者者は普通のででです国もも地方公共団体でもありませんえ私は国から依頼されたから私は地方公共団体から依頼されたから免許がいらないんだっていうそんなことはないわけです。えー、ですので E は、えー、普通の業者でございますので宅建業やるんだったら免許を受けてくださいそれでは4番ですはは番すい。 えー、不特定多数のものに対し建設業者 F が建物の建設工事を請け負うこと前提に当該建物の敷地に供せられる土地、はい、その建物の敷地に供せられる土地は、えー、宅地です、はい、の売買をはい斡旋する斡旋と言いますのははい、えー、中介売買のことですね。 はい、あすする場合ですさあえー、そしてこれを不特定多数のものに対して反復継続してやろうとしています。ということはもうやろうとしてることはがっつり宅建業ということになりますよね。ということになりますのでははい、いい F は免許を受けてくださいととうことでですはいよろしいでしょうか さあそれでは次の問題見ていきたいと思います問いの3番ですねはいそれでは、えー、こちら問いの3番の問題、えー、こちらもやってみてくださいそれではどうぞでは、えー、見ていきたいと思いますはい正しいものはどれでしょうかという問題です、えー、1番からいきます農地の所有者がその所有する農地を宅地に転用してはい、えー、宅地に転用しようとしておりますそして売却しようとしております はいえー、するときに、えー、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合はこれを業として営む、はいえー、本人がもう業として営むって言ってるんですから業でしょうはい場合であっても免許を、えー、必要としない×罰でいいですねはい免許が必要です、えー、繰り返しますけども農業協同組合は、えー、国地方公共団体っぽさを醸し出してますけども違いますということですねはいそして2番です 他人の所有する複数の建物を借り上げ、えー、その建物を自ら貸主として不特定多数のものに反復継続して転退しますとはい要するに転退も自ら退釈になりますはいこの場合には免許が必要となるがというふうにありますけれども、えー、必要ありません転退もはいこちらも自ら退職ということになります、えー、ですので免許が必要となるが 罰ですね、なりません自ら所有する建物を退職まあこれも自ら退職ですから免許を必要としないまあこっちはいいですけれどもね。はいということで×です。はいそして3番破産管罪人がう々ぬかぬあれこれさっき出た問題と一緒ですよね。そう国地方公共団体から依頼された業者は、えー、ただの業者ということになりますはいそして4番です。 信託、えー、業法第3条の免許を受けた信託会社信託、はい、会社信託銀行こちらに関しては免許は必要ありません、えー、免許を受ける必要はないんですけれども、はい、その旨をそ国土交通大臣に届け出ることが必要これはそうですね免許を取得する必要はないでも、はいえー、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があると。 いうことで四番が丸ということになっていきますよろしいでしょうかはいさあそれでは次です問いの四番、えー、見ていきたいと思いますそれでは、えー、問いの四番こちらのところやってみてくださいどうぞはいさあそれでは見ていきたいと思います、A、個人の宅建業法の免許に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうか一、えー、番からいきます A が競売により取得した複数の宅地をはい 宅地ですねえー、宅建業者に売買を依頼し売却する、はい、売るというわけですから取引です行為を繰り返し行う繰り返し行うわけですから行ですこの場合宅建業をやろうとしておりますのではい A は免許を必要としますですから罰ですはいそして2番です A が土地区画整理事業により造成された公私所有の宅地を公私の代理として売却する行為を繰り返し行う場合 A は免許を必要としないツでいいですね、はいえー。こちらなんですけれどもその公私から依頼はされてますけれども、ねはい、A は別に国でも超公共団体でもないわけですから。 はい講師は確かに免許不要ですよ、えー、ですからそっから依頼された業者は普通の業者です、えー、その業者が、えー、代理として宅建業をやろうとしているわけですからそれは免許を受けてくださいそして3番です A が組合方式による住宅の建築という名目で、えー、組合参加者を募り A 自ら組合員となることなく当該組合員による住宅の建設のためはい宅地の えー、購入の媒介、はい、これを繰り返し行っていますとはいいうことになります。でここなんですけども名目で組合参加者を募ってるわけですよね。はい、ということは何かというと、まあ、ある意味誰でもなれるっちゃ誰でもなれますよね。 そうするならば、これはやはり不特定多数と見るべきです。組合に限定されてませんっていうふうに思わないでください。 だって誰でもなれるわけですから、えー、それはね。あのー、限定というにはちょっと無理があるということになっていきます。ですので、不特定多数に反復継続してやってるわけですから、当然免許が必要となります。ですから3番もバツ。と はいそして4番です、えー、A が賃貸物件の複数の所有者から一括して借り上げ、えー、賃借人に自ら、えー、または宅建業者に売買を依頼し、えー、賃借する行為を繰り返して行う場合 A は免許を必要としないこれ丸となりますなぜかというとやる内容が自ら貸借だからですはいえー、自ら貸借の場合は 取引ではないので、えー、免許を必要としない丸となりますよって答えは4番ですねはいということで、えー、答えは4番という風になっていきますよろしいでしょうかはいそれではですね、えー、この続きのところは、えー、また次回見ていきたいと思いますそれでは今回はこの辺にて終了したいと思いますまた次回頑張りましょう皆さんお疲れ様でした